これは？この石板は模様が刻まれています。何かの文字にも見えますね。これは読めん。死を暗示する方位には破壊を司る者を招くがよい。生命の息吹を感じたならそこは誕生を司る者の場所である。行く者に涙する乙女は死を左手に感ずる場に招かれよ。風は乙女と向かい時の流れのように等しく皆に吹き抜けるって書いてあるよ。何の文字だかわかるのか？プライマル・エルブン・ロアーか。これ古代エルフ族が使ってた言葉だよ。人間には分かんなくても仕方ないね。すごいぞアジェ、見直したよ。私はエルフのハーフなんだから知ってて当然なの。ん？もしかして私をバーだと思ってない？まあ怒るな。それで何と書いてあるかは分かるのか？ちょっと待ってみそう。治水化風の精霊をどこかに召喚すれば扉が開くってことなのかな。精霊を召喚するといってもどの精霊をどの場所に召喚すればいいのか。ここはもしかしてここで精霊を召喚するのか？きっとそうですよ。部屋も4つあります。よし、君たちはここで待っていてくれ。私を呼び出すのは。なんだ誰の声だ？石板のもとへ来るがよい。あれはもしかしてマクスウェルなのか？あなたが四大精霊を統率するマクスウェル。いかにも。ムシラか、わしを呼んだのは。その通り。して何用じゃ？私はルナと契約するための指輪を探して奥に続く扉を開けていただきたい。なるほど。奥は宝物庫じゃ。主が探しているものもあるかもしれぬ。
じゃがその前に己の強さを示せ。普通の装飾品だな。契約の指輪じゃなさそうだ。指輪メッケ、ここにもありました。でもこれ壊れてる。他のものはどうだ。指輪らしいものは他にはないようです。どうすんの。私の力ではアルバニスタに戻った方がいいかもしれんな。